去年 JFL で優勝し、今年からプロの J リーグに参入するいわき FC が新体制を発表しました。10人の選手が新たに加わり、チームの平均年齢は 23.5 歳と若いチームです。新加入の選手たちは早速肉体を徹底的に鍛え上げる過酷な練習の洗礼を受けたといいます。朝起きれない、全身筋肉痛で、上半身の疲労もシャンプーできない、水飲めないはありましたね。自分は、筋肉と会話できるようになりました。また前日に結婚を発表した去年のチーム得点王古川選手は妻への感謝を話しました。美味しいご飯を毎回作ってくれるんで、それを食べて、鍛錬期も乗り越えられたって感じですか。そして村栗浩正新監督が J3 での躍進を誓いました。みんなで頂点を目指して一個一個やっていくぞっていう話はさせてもらっています。はい、そのために選手に求めることは、ハードワークのところですよね。するとチームの元気印、田中龍志郎選手がすぐさま反応します。先ほど、すぐに監督が求める選手像にハードワークする選手が僕が求めているということで、ハードワークさせてください。ゲイいきます。これに新加入の2人の田中選手が応じ、ユニークなハードワークで場を盛り上げます。俺らの名字は田中、どこにでもいる田中、覚えやすい田中三兄弟って、長男の最後にはチームのマスコットキャラクター誕生への予告動画が流れ、開幕が待ち遠しいファンをワクワクさせる形で終了しました。今年 J3 取りましょう。以上です。